せーーの、ハローででーチャンネルです、えっと、最近アマゾンで買い物したんですけどいつも買い物する時ってちゃんとレビュー見て特に星2とか3とかのレビューを見てめっちゃ吟味して買うんですけどついに偽物を手に入れてしまったので今回はそれについての動画です。えっとそれはニューバランスのシューズです。えっと、トレーナーーナシューズなんですけど えー、買ったやつがこれです。これ多分偽物やと思うんですよまず届いて箱その箱はちゃんとしたニューバランスの箱やったんですけどこの箱が壊れてるのは多分私があのやっちゃったと思うんですけどここまであのひどくなかったです届いた時多分。で で、この商品がこれなんですけどこっから見たらちょっとね分かりにくいとは思うんですけどどうですかパッと見で分かりますか私はこう届いてすぐ開けた時にガーンってなりましたなんか「やった!」みたいな届いて見た瞬間作りが荒いなっていうのはすごい分かったんですよここのカッティングなんて言ったらいいんかな見てもらったら分かるかなと思うんですけど なんかんか歪でなないででですすすかこれ今まっぐなんですよ。でもなんかめっちゃ歪んでるような気がするしで一応肩が520私って幅が足の幅が広くて疲れやすくって足の裏がこうピンってつったりするんですよ。でそれになんか向いてる靴なんか履きやすい靴でおすすめなのが520って。 見たので,でそれで調べてアマゾンで買ったんですけどこれもこれはどうなんかな偽物の要素がどうなんか分からへんけどすごい薄くてペラペラなんですよでなんかもうプラスチックみたいな感じでこれに関してはちょっと本物か偽物か区別がつきにくいんですけどであとここ見た時のこれめっちゃ粗いなんかバンってもう切られたみたいな。 これがちょっっとびっくりしましまた後ろが小文字で「ニューバランス」って書いてます。でなんとなく白いと思ってたんですけどなんかユニコーン柄みたいなラメっぽくなってます。でここもなんかめっちゃ雑じゃないですか。このカットの仕方ここ。あとこの中身中もなんですけど。 もうクッションというよりかはなんかほんまプラスチックみたいな,なんか発泡スロールみたいなちょっとなんて言ったらいいんかな、まあ、タグ中身のタグがまあこんな感じですちょっと最初開けてみた時にうわこれ絶対に専門やと思ったんですけど一応まあ外には行かずに室内で履いてみたんですけどやっぱり履き心地も悪くてなんかどっちかに傾いてる感じがしました で今、自粛中であんまり外に出られへんし、なんか1日に1回のエクササイズと、買い物行くぐらいしか外には出れないので、えっと、ちゃんとした運動靴を持ってないので、運動靴を買おうと思って、買ったらこれやったんで、めっちゃショックです、でこの前も、そのロックダウン、する前の話なんですけど、もともと運動靴を持ってなかったので、運動靴、ちゃんとしたやつを1個買おうと思って、ちゃんとしたとこのデパートで買ったんですよ。 でそのメーカーはちゃんとしたところであのあの本物やったんですけどたまたま不良品が入っててここのなんかレースを通す穴の数が1個違ってでめっちゃ靴に関してはついてないなって思いました、まあ、運動靴じゃなくてもパンプスでも外に出れるので、まあ、それで外歩いてたんですけどやっぱりちゃんとした運動靴欲しいってなって公式のサイトで本物買いました、まあ、この間届いたばっかりなんですけど こんな感じまあ一緒ですねこんな感じですまあこれ型番が違うんで素材とか作り方とかデザインとかが違うと思うんですけど、えー、これはまあ一応私もコがね広いのでワイド用のやつを買いましたで一応型番が996ですはいこんなやつなんかさっきのと比べて 違うくないですかまあだからさっき言ってたカットの仕方ここのもうなんだろうちゃんときれいにカットされてる感じがちゃんとした靴って感じですで中のソールもまあこんな感じあーでも全然ちゃうわ、はい、これが偽物のソール外した中の、えー、様子です こんな感じなんか荒いですよねまあ覚えおいてくださいねこれをでこれが本物のやつですはいこんな感じちゃんとまっすぐ綺麗にえっ、ー、と左右ちゃんと平行になってますよねでまあ履いてみたんですけどぴったりでえっ、ー、と履き心地もよくって大丈夫そうですでさっき言ってたこのここ まあこれについては多分デザインの問題かなとも思うんですけどクッション性がある感じですはいでここのサイドもしっかりしていますゴムどっちかってったらしっかりしたゴムって感じですでも偽物のやつはスポンジっぽいなんかもろそうな,なんか発泡スチロールみたいな感じでした2つ比べてみました、えー、こっちが本物でこっちが偽物のやつです やっぱりここの前のなんか粗さとこの裏のカッティングはちょっと否めないですね私的にどううなんでしょうかはいでいつもアマゾンとかで買い物する時いつもレビュー見てしっかりあの見比べたりとかして買ってるんですけど今回そのアマゾンであのニューバランス買った時に。 あのこの画像を見てもらったら分かるんですけどニューバランスで、まあ、520の方を探してたのでそれをサーチしたら、えっと、ニュューーバランスがが出出ししててるシズきましたそのアマゾンが出してるニューバランスの公式の,あのページに飛びますこのニューバランス内で520をサーチした時に全く出てこなかったですあっと思ってやられたと思ったんですよ星星3とか星1とかか21ののレビューがあったので 見てみようと思って、クリックしたら非表示になってました。この時期に買った人は一応返品は6月まで大丈夫っていうことになってるので、また落ち着いたらえっ、ー、と返品しようかなと思います。もしかしたら、出品者はそのニューバランスの公式サイトのリンクを貼ってでそれで売ってるんかなって思いました。 結構前にアマゾンで買ったものがあってそれがなんかメイベリンのアイブロウパウダーあの眉毛をこう描くやつなんですけど化粧品でそのメイベリンのサイトに行ってアイブロウのそのカテゴリーをクリックしたらちゃんとあったんですよ私アマゾンで注文するの大好きなんですけど食品とか化粧品には特に気をつけていますよくあの食品とかも賞味期限っていうのはそこに書いてないことが多いので えっと賞味期限ギリギリのものを送られたりとか、あと化粧品もなんか似てるような偽物を送られてきたりとかいっぱいあるって聞くので、えっ、ー、と食品と化粧品また肌に塗るものとかは気をつけたりしています。今このご時世やっぱりあの買い物とか行くよりもあのデリバリーとかオンラインで。 買ったりすするとと多いと思い思ますあとちょっと前の動画でも言ったんですけど宅配とかでもやっぱりその手で触ったりとか工場であの菌が入っちゃったりとかいろんなところに菌が付着していると思うのでともしプラスチックだったら72時間、えー、とそ,のそれ以外だったら48時間置いたりだとかあと使う前にあの消毒のスプレーシュッシュッってやって。 こう吹いて使ったりとかしています。宅配とかどうですか？ubereats とかもそうやし、普通のえっと荷物の宅配とかもそうですけど、結構手渡しで渡されますか？なんかイギリスやったら今、今えっとピンポーンってきて、はーいって開けたら、えっと荷物がそのドアの下に置いてあって、2メーター以上離れたとこでおじちゃんがじゃっ,って言われます。はい、それぐらいもう全く接触はないです。まあ、ピンポンのこのピンポンの。 とこ触ららんかったら多分大丈夫。イギリスのなんかよくあるお家とかってインターホンついてないんで日本ってインターホンが結構どのお家にもあるのでガチャって取って「あ,ありがとうございますそこ置いといてください」って言ったらいいだけなんでめっちゃ楽やなって思います。はい、ということでした、えー、と新しいシューズもやっと届いたのでえっ、ー、とまあ明日明後日ぐらいから早速履いて外に行きたいと思います。でその時の時動画も できたら撮りたいなと思いますじゃあまた次回見てください今日の動画は終わりバイバーイ